皆さん、こんにちは。月を仕事にする大人塾、笠子塾塾長の笠子と申します。今日は、企業女子あるある、改名ビジネスネーム、なんでそんな名前つけちゃったの問題ということで、整理収納アドバイザー&星読み鑑定士&ファッションコンサルタントの山岸明日香さんに話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。大好評、企業あるあるシリーズということで、切るみたいなね。これもめっちゃありますよね。改名ビジネスネーム。なんか、笠子さんも、よく、ね、たまにこう言われてて、キラキラビジネスネームみたいな、やめろみたいなの書いてることがあるかなと思うんですけど、最近そんなに私で見ないんですけど、私が起業した頃、だから2015年とかの8年前とかはよく見かけたなと思って、で、そういえば最近は私があんま見ないけど、まだ流行ってるのかと思っていて、で、大体その名前は、文字で打とうと思ったら変換できないんですよ、一発で。いみたいや、な。確かに、一時期すごい流行ったじゃないですか。そうですよね。なんかコロナになってみんな我に返ったのか、もう変な改名とか変なビジネスネームつける人は減ったのかもしれないですね。なるほどね。コロナでみんなの目が覚めたのかな？そうまあ、いうこ目がと。覚めたっていうか、もうね、全然今までのね、仕事ができなくなっちゃって、そっか。もう、なんか、なんちゃってキラキラネームとかで活動してる場合じゃなくて、ちょっともうなんかパート行かなくてとか、そういう現実的な問題。本気で働かないとっていうことになったのか。なるほど、なるほど。だけ私ど、の名前本名なんですよ、アスカって。めちゃめちゃいい本名じゃないですか。ありがとうございます。で、漢字も、この漢字で、やっぱり、アスカって打ち込むと、香りの香っていうのが出てくるので、一発で変換できなくて、申し訳ないなって思ってるけど、まあ、私自身はすごい気に入ってる本名なんですね。うん。で、本名だったらしょうがないじゃないですか、こうやっ確て。かに確かに。こういう本名なんですよっていうので、もうご了承いただくしかないけど、改名する人ってこう、例えば3文字あったら真ん中の字もこう全部こう、なんていうんですかね、他の漢字入れて、で、また最後にも入れてっていうふうに、なんか変換を3回ぐらいしなきゃいけないと出てこねえだろうっていう名前、逆に覚えてもらえないと思うんですよ。よくぞ言ってくれましたというね。僕はもうずっと覚えられない名前、ダメだから確かにかっこいい、かわいいかもしれないけど、ね、これ結構問題になってるじゃないですか。なんか最近ほら、なんかこう、読めないキラキラネームを子供につけちゃって、子供がかわいそうだみたいなのと一緒で、覚えられない、読めない名前は本当やめた方がいいですよね。振り仮名打たないと読めないとかだったら、あれ、この人なんて読むんやったかなってなるじゃないですか。だはい。からなんかそうで、いや、その読めないからやめた方がいいですよって言うと、いや、大丈夫です、振り仮名つけるんでって言って、いや、それから振り仮名つけなくちゃいけない時点でダメなんですみたいな、振り仮名つけるんだったらもうひらがなにしちゃった方がいいですよって。そうですよ。だから政治家の方なんて皆さんみんなに覚えてもらうために、あえてひらがなとかにしてるじゃないですか。そうそう、ね、政治家さんとね。かって、まあ、基本実名じゃないといけないので、まあ、読めない名字の人とか、まあ、読めない名前の人とかは、やっぱり読めないと投票してもらえないから、そうですよやっぱね。読めるようにひらがなにしてますよね。あとやっぱり政治家の家系とかだったら、やっぱりこの子も政治家になるだろうということで、結局太郎とか覚えやすい名前をつけるっていう慣例があるらしいんですね。ああ、なるほどね。だからやっぱ皆さんから覚えてもらえるとか、親しみやすいっていうことってすっごい大事なわけですよね。太郎、太郎、太郎ですみたいな感じで。だ確かから笠に。子とかだったら別に本名じゃないけどめちゃくちゃ覚えやすいし、笠原さんでしたっけみたいな感じになるよりは絶対いいじゃないですか。僕もね、僕、本名が、まあ、笠原はまだあれなんですけど、高弘っていうのがとても読めないそう感かじもしれないでなんす。ですよね。なので、やっぱりひらがなで笠子の方がもう断然覚えてもらえるし。本名で笠原高弘とかっつって、まず高弘も読めないし、で、さっき言ったように一発で出てこないっていう。変換しても出てこない。出てこない
だからやっぱり、そういう解明なら すればいい。そう本なんかでらすよ。読めないから読みやすく。読みやすくするために、ひらがなとか、そんなの方がいいじゃないですか。皆さんが読めるから。だから分かりやすいなと思うし、いいけど、なんでそれ、あえてそんな難しい漢字全部入れたんだ、みたいな。で、会話するために多分そのビジネスネームとしてお金を払ってつけていただいてるみたいで、いくらか知らないけど、まあまあかかってると思うんですけど、まあまあかけてその名前かよ、みたいな感じでね。僕、何人か改名した、そういう人に頼んで、開運する名前でこの字画でこれだといいから商売繁盛するからって言って、何人か見ましたけど、一人たりともいい改名はなかったです。一人たりと前の方が絶対いいじゃん。読みやすいし、親しみやすいし、で、なんでこんな難しい漢字にして読めない。まあ、かっこいいはかっこいいんですけど、いや、絶対に読めないし、で、ね、本当一発で変換できないし、で、これ何だったかなみたいな、これ何ていう字だったかなって、こう、ちょっと思い出せなくなっちゃうっていうね。変換するときもこっちの頭をすごい使わせてくるじゃないですか。これなんて歌われるのかなみたいな感じ。ね、そうなるともうだんだん、検索嫌になっちゃいますよ嫌になっちね。ゃう、本当に。ね、タグ付けするのとかも、一発で出てこないよみたいになって、こう変換で、こうなんか、もうタグ付けいいやみたいになったりとかね。探せないともういいやってなりますよね。本当にそう思う。だから、その名前をいただいたときに、ちょっとこれはとかって、多分言えないんでしょうけど。いや、だけど多分ね、素晴らしい加工されたプロフィール写真をお金かけて撮っちゃったから使わなきゃみたいなのと一緒で、すごいお金かけて、開運ネームみたいなのをつける人に頼んじゃったから、やっぱお金もったいないから使わなきゃみたいなのもあるのかもですね。私、常々思ってるのが、占いとかそういう開運みたいな感じでお伝えしてる人が、開運これつけれますよとかって言ってるけど、お前自身が開運してんのかよって思っちゃうんですよね。だから、占いしてる人が、その人自身がとても幸せそうな暮らしをしてるとかだったら、まあ、この人いいなって私はなるんですね。でも、スキルがあるだけじゃなくて、人間性とかもやっぱり見ないと、その人が、じゃあそのスキル使ってあんた幸せになってないじゃんってなると、全く会話してないことになるから、あんまり良くないですよね。確かに。いやー、だから、まあでもビジネスネームもそうですけれども、屋号とかサロン名でもね、読めないものも結構多いですもんね。お父さんよく言ってますよね。読めないとか言って。わかります？あとフランスの言葉とか、英語ならまだしもなんかフランスの言葉とかになってくると、もう私パン屋とかでも、あそこのパン屋好きなんだけど、なんだっけ、なんだっけみたいな感じで、もう最初しか言えないですよね。B から始まるやつやわとか。それってすっごいビジネスチャンスを逃していわて、かってますよね。ね、もうすぐパン屋名とかが出ればすぐ紹介できるのに、あれなんだっけって言ってる時点で、勧められた方も検索もできないし、検索もできないじゃん。だって綴りもわかんないから。ね、だから、いや、だからもう本当に、だから、なん、なんと、まあ、その、スシローとか、吉野家とか、もう、すぐに思えられる、ね、お店の名前とか、サロン名とか、まあ、基本日本語、せいぜい英語、もうフランス語とかイタリア語とか、スペイン語とか、まあ、フランス語の教室とか、フランス料理店とかなら、そうですね。しょうがないかなと思いますしょけうがど、ないですね。で、別に、エステサロンでフランス語つけなくても別にいいよねとかありますよそうですね。よね。覚えてもらうことの方がやっぱり大事だけど、かっこよさとか。響きの良さみたいなのを多分追求しちゃうのかなって思うんですけども。まあ、せめてね、カタカナにして、まあ、スペルはカッコとかにしといて、まあ、そのカタカナがちょっとね、覚えやすければ別にフランス語とかでも、
まあ、なんとかさん、なんとかさんみたいなことで覚えられるんでしょうけど、まあ、大抵長いですもんね。そうですね。で、私自身は英語の屋号をつけてるんですけど、結局、私3つの仕事をしてるので、もう山岸飛鳥でいいやと思って、もう屋号を抜いたんですよね、名刺から。確かに確かに、結構勘違いしてる人がいて、税務署に出した屋号で、ずっと活動しなければならないって思ってる人がいるんですけど、全然もう屋号なんてどうでもいいんですからね、変なんえか、ることもできますしね。ですしね。でね、別に個人だったら個人名で名乗った方がいいみたいなのもありますし、そうなんですよ。だから一応その屋号を最初見つけたんだけど、全然別にそれを今表であって出してないですし、もう山岸飛鳥でこういうことやってる人ですっていうのでやってるので、名前も本当一緒で。もう一発で、笠子さんじゃんとか覚えてもらった方がめちゃくちゃいいし、その方が、誰だっけ、ほら、あの人とかってパッと浮かぶじゃないですか。なんか、なんであえてややこしくしていくんかなっていうのは思いますよね。いやー、でも本当に、だからキラキラネームとか読めないネームに改名しちゃった人はもう一度改名した方がいいですよね。あ、そうですね。初心に戻っ て、読みやもすうオい、ールひ読らみがなやですすい。ね。ね、名前、サロン名、店名、まあ、屋号とかもそうですけど、ホテル名とかも本当に覚えられないのが多くて、てんね。なんか、まあ、例えば、東横インとか、例えばなんか、金沢なんとかホテルとかだったらいいんですけど、なんかすごい長ったらしいおしゃれなのとか最近多くって、あれ、加速さんどこ泊まってるんですかって言われて、ザなんとかかんたらなんだ 駅前にあるなんとかっていうちょっと覚えられなくてみたいな。で、自分でもだから、なんか、覚えられないから、なんかまた調べて、地図見ないといけないみたいな。ここだったわ、みたいな。ねえ、まあレストラン名とかね、パン屋とかもそうですけどね。まあ、一応ね、さっき言ったみたいにフランス料理だからフランスの名前つけるとかもまだ全然いいと思うんですよね。それの方が合ってるし。でも、なんかね、おしゃれとかかっこいいとかだけで、こうやっているのだったらもう今すぐやめた方がいいですね。いましたか？今すぐやめた方がいいって言われましたからね。ぜひ、飛鳥さんの言うことを。でも、本当にその方が開運しますから。その方が、覚えやすい名前の方が絶対開運しますから。そうですよ。そんなね、覚えやすい方がみんなからね、パッと覚えてもらえる方が絶対開運すると思いますよ。ややこしいのダメですよ。いやー、もうぜひ皆様、キラキラネームをつけてる皆様、決して恥ずかしいことじゃなくて、使い続けることの方が恥ずかしいことなんで、覚えやすい名前に変えましたって言ったらみんなほっとするはずですよね、周りはね。あ、やっとこれですぐ覚えられるとか、すぐ検索できるとか。目覚めたかみたいな。そうです。まあ、目が覚めてないってことだよね。いやー、というわけで、企業女子あるある、改名ビジネスネーム問題ということで、山岸敦香さんにお聞きしました。ありがとうございましありがた。とうございました。